皆さん、こんばん、こんにちはって、誰も役も気に入ってなです。大相撲夏場所に、なんと、五神がある、可能性があるそうです。実は、平成の時、白鵬木の撮戦で、白鵬足が出たかに見えたが、結局白鵬勝ってしまったんですね。あれは、子供にもわかるようなと発言したが、これはね、世紀の第五神と言っていいでしょう。これはもう、おかしすぎる。なぜ認めなかったか。輪島との相撲でも確かに、負けを認めたんですけどね、 あれは誤信じゃなくて自分が悪いですよと言った話です。あの柔道のあの篠原慎一さんだって確かに誤信があって世紀の大誤信ありましたね。それでメダル銀の金メダル獲得ならなかったんですよ。結果的にはね。はい。大相撲実は令和の誤信昨日あったんです。将来宝昇牛戦にあったんです。 軍配は、報奨金上げようとしたが、将代に上がってしまい、結局、物につかず、動かなかったんですよ。あれはねえ、肉眼ではわかるわけないですよ。審判も動かないのもおかしすぎる。はい。勉強会もっと必要になってくると思います。今のは動体ではないかと私は物言いがついたかと思いました。胴体かどうかも、まず、物言いをつけるべきでしょ、今の感じ。おかしすぎます。今の相撲を取り消しでいいと思います。もう一回再戦するのもいいと思います。確か、もっておかいませんでも確かに、 誤信がありましたね。はい。えー。確かにあの時最試合では結局負けちゃったけどもね。当初は負けたんだけど、最試合でも負けた。どっちもどっちですね。はい。確かにスポ,スポーツも誤信いろいろありますね。というわけで、令和の第誤信いろいろでした。バイバイ。